前は10万からおったんですけども、年を取りにつれてもうできなくなって、海間はもう4万5千ぐらいしか減ってません。お困りごとといったら、まず匂いがして目つぶれが出る。匂いがしないんですよね。まずもう2種類で分かる。14日でもはっきりと分かるね。これはもうまずアンモニアガスが発生しないから目つぶれが全くいない。この水を増したら締めとってもアンモニアガスが出ないもんね。そんな水ぶれにつながるようなガスは発生しない。そして養鶏場からすぐなスーパーなんかに行っても、前は匂いがしよったんですが、もうこの頃匂いがしないねとお客さんが言いますね。匂いがしなくなったと。まず夏にハエがいない。畜産農家というのはハエがつきもんだったんですよね。3分の1ぐらい以下に減りました。4% ですね。あの会社からソエビナというのがスペアというのが来るんですよ。その後足りないということは全然一回もない。死なない、死なないです。体重の乗りもアンモニアがすごい出らないから、ほらやっぱしいいですよね。要求率につながりますね。要求率が、以前は 2.2 台で収まりよったのが、もう今1.8から1.9台です。畜産もやってる人はぜひ必要じゃないかなと思いますね。